ジャンプビートナイトです。この台はご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、本日の動画なんですけども、ソニーさんからですね APS-C のレンズが3本同時に発表されまして、本日はねそちらを紹介していきたいと思います。はい、こちらなんですけども ZV-E10なんですが、昨年ね発表されまして、僕もねレビューさせていただきました。超小型なんですけども、レンズ交換式 APS-C のですねミラーレスカメラでございます。このカメラとの相性が抜群のレンズが3つもですね発表されました。今回もですねありがたいことに先行でね使わせていただきまして、レビューさせていただきたいと思います。で、今回発表されたのがこちらも今ついてるんですけども、 EPZ10-20mmF4G レンズでございます。まあ、特徴としましては、まあね、見ていただいただけでもわかると思うんですけど、まあ、とにかくちっちゃい。そしてですね、ズーム全域開放で F 値4なんですね。そして世界最小、最軽量のデザインだそうでございます。APS-C レンズなんですけども、ワイド側が 10mm というね、超広角レンズでございます。G レンズをね、お持ちの方も多いと思うんですけども、まあ、G レンズってね、やっぱりこの描写力であったり、このボケ感っていうのはたまらないんですよ。あとはですね、オートフォーカス性能も素晴らしいですし、もちろん静止画も素晴らしいんですけども、動画もですね、非常に使いやすいなと思いました。後ほどですね、こちら今つけてるんですけども、EPZ10-20F4 のね、G レンズを使って、妻と一緒にですね、先日ピクニックに行ってきまして、まあ、こちらのレンズをメインで、撮影してまいりました。そちらをね、後でご覧いただければと思います。今回はレンズ3本同時の発表ということで、ちょっとサクッとね、紹介していきたいと思います。続きましてこちらですね。はい。続いてが E15mmF1.4G レンズでございます。大口径 F1.4 が生み出す美しいボケ、そしてですね G レンズならではの高い描写力でございます。まあ、15mm の広角なので非常にダイナミックな表現がねできると思います。後ほどですねこちらも作例をね見ていただきたいと思います。そして最後の一本がこちらでございます。E11mmF1.8 でございます。超広角 11mm ということでございまして、高解像な大口径 F1.8、小型軽量の APS-C 単焦点レンズでございますね。こちらもですね、非常にコンパクトで、持ち運びがね、非常に便利だなと思いました。まあ、今回発表されましたこの3つのレンズなんですけども、まあ、共通して言えることとしては、まあ、とにかく小さくて軽い、そして高い描写力でございます。そしてまあ実際使って僕はこれ驚かされたっていうのが、最短撮影距離っていうのが非常に近いんですね。なのでまあ寄って撮影できるっていうのもね非常に大きな特徴だったと思いました。まあこれこんなにもですね小さくて軽いので、ちなみにこれ今ボディとレンズとこれグリップ合わせてもですね1キロ全然いってないんですよ。まあなので、まあ例えば旅行であったり Vlog にね非常に持ってこいのね組み合わせじゃないかなって思います。そのわけですね、先日妻と一緒にねピクニックに行ってまいりまして、そちらの様子をね撮影してまいりましたのでね、ご覧いただければと思います。どうぞ。はい、今日はこの ZV-E10 と新しく発表されましたレンズ3本を使ってですね Vlog を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。山積み、うまそうだぜ。今から御在所だけに向かいたいと思います。ワイフライドさん、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。もうすぐ御在所ロープウェイに着きます。あの橋すごいよ。でも何だったでしょうか。まあ、今回メインで使ったのは 10-20mm の F4G レンズなんですけども、非常に使い勝手が良かったです。まあ、どうしてもね旅行先、まあ、出先カメラ持っていくと、まあ、機材だけでですね結構な量になっちゃうんですよ。
まあ、ただでさえですね、旅行先って、まあ、衣類であったり他の荷物も増えてしまうじゃないですか。やっぱり荷物が多くなっていくと管理も大変ですし、まあ、せっかく旅行に行っても荷物が多いと楽しめないっていうことがあるんですけども、まあ、なのでこの軽快さであったり気軽さ、まあ、それでいてですね、本格的な映像も写真も撮れてしまうっていうね、まあ、旅行も撮影も楽しみながら思い出が残せるっていうのはね、最高じゃないかなって思います。ここでね、写真のね、作例を見ていきたいと思います。はい、まずこちらでございます。EPZ10-20mmF4 の G レンズでございます。広角レンズならではのですね、やっぱりこの広いダイナミックな写真をね、撮ることができますね。はい、続きましてこちらでございます。こちらも同じレンズでございます。広い描写をね、撮りたい時にはね、もってこいのレンズじゃないかなと思いますね。はい、まあこのソニーの優れたレンズ性能ということもあると思うんですけども、周辺もね、しっかりと改造されているんじゃないかなと、はい、思います。続きましてこちらが E15mm の F1.4G レンズですね。まあ G レンズの特徴でもあります、非常にシャープながらボケ感っていうのはね、非常に柔らかくて気持ちいい描写をね、してくれるんですね。最短撮影距離もですね、非常に近くて、まあダイナミックの写真なんですけども、繊細な写真をね、撮影することができます。こちらが E11mmF1.8 のレンズですね。まあ、実際これ使ってみた感想としては、Gレンズではないんですけども、非常に高い描写力がありますし、まあ、11mm という広角なので、その魅力をふんだんに楽しめるレンズじゃないかなと思います。僕今まで様々なレンズを使ってきまして、まあ、それこそサードパーティーの、ね、レンズも使ってきました。でも今持ってるレンズってもうほぼほぼソニーの、ね、純正レンズなんですよ。やっぱり純正レンズを使う理由っていろいろあるんですけども、一番の理由としてはボディの性能を最大限に引き出すことができるからです。まあ、レンズって資産なので、将来的に後悔しない、やっぱりね、この純正レンズっておすすめだなと思います。じゃあ純正レンズの魅力を教えてくれっていうね、話だと思うんですけども、まあ、純正レンズでね、受けられる恩恵をね、軽く紹介していきたいと思います。はい、α7S3 とか α7C に搭載されておりますリアルタイムトラッキングとか、あとアクティブテブラ補正というのも純正レンズならではの魅力だと思います。そして今ね、僕これ撮影で使っている α7-4 なんですけども、こちらにね、搭載されているブリージング補正っていうのも、純正レンズでないと受けられない恩恵なんです。まあ、などなどですね、やっぱり純正レンズっていうのはね、非常に魅力的だなと僕は思ってます。僕が今までね、この使ってきた経験としては、サードパーティーレンズ決して悪いものではないんですけども、僕結局純正レンズ買い直しちゃってるんで、出会ったらもう最初から純正レンズで良かったんじゃないかなと、よくよく思うことがあります。はい、まあ、今回発表されましたこの EPZ10-20 の F4G レンズに関しましては、ズーム機能があるんで、まあ、このグリップにはですね、まあ、テレとワイド、ズームとズームアウトのこのそれが操作できるものがあるんで、ズームさせたりズームアウトさせたりっていうこともできます。まあ、もちろんですね、レンズ側でもできますし、ZV-E10 っていうのも、まあ、ここで操作もできますし、まあ、これっていうのは純正レンズしかできない機能なので、まあ、これもね、純正レンズの魅力じゃないかなと思います。あとね、僕がこのレンズを使っていて非常にいいなと思ったのが、フォーカスリングとズームリングがですね、非常に分かりやすい統計になってるんですね。結構ね、間違えちゃうことがあるんですよ。ズームさせたいのにフォーカスリング触っちゃうとかっていうことがあるんですけど、まあ、リングのこの幅が変えられているので、非常にね、分かりやすい作りになっているなと思いました。あとね、僕これ妻にも使ってもらったんですけども、これ全て、まあ、レンズ、ボディ、グリップ含めても1キロ以下なんですよ。なので女性でもね、非常に扱いやすい組み合わせじゃないかなって思いました。まあ、これだけ軽いので妻もですね、この組み合わせだったら私も持っていきたいなと言っておりました。まあ、この広角レンズって非常に Vlog に向いてるレンズなんですね。やっぱりこう自撮りをしながら撮影することが多いんですけども、その時って自分の顔だけ映したいわけじゃなくて、その背景であったり、その現場をしっかり押さえたいんですね。その時ってやっぱり広角で広く撮ってあげると、見てる方にもですね、非常に伝えられやすいと思います。で、まあ、僕が今回3本使っていて一番気に入ったレンズっていうのが、まあ、このズームレンズなんですけども、やっぱりですね、 20mm 寄れるんで、まあ、たまにですね、こう寄って撮影するっていうこともできますし、まあ、なんといってもこの軽さっていうのはね、非常に魅力だと思いました。はい、最後なんですけども、まあ、これね、この組み合わせは、これからカメラ始めたい方とか、まあ、気軽にですね、撮影、旅行に行きたいっていう方はですね、非常におすすめの組み合わせでございます。
まあ、これ軽いだけじゃなくて本当に本格的な映像写真もね撮影することができるので、まあ、これから本格的な写真そして映像もね撮りたいっていう方にも非常におすすめじゃないかなと思いました。ソニーって、まあ、この E マウントレンズっていうのがあるんですけども、そのラインナップが非常に豊富なんですよ。めちゃめちゃあります。まあ、APS-C もそうですしフルサイズも E マウントなので、まあ、レンズっていうのはですね共有して使うことができるんですね。それもですね非常に魅力的なポイントなんです。あとはね、まあ先ほどもお伝えしたんですけども、ボディの性能をフルに活かすには純正レンズがね一番だと思いますし、長い目で考えると純正レンズがいいんじゃないかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございます。本日はソニーさんから発表されました3つの新しいレンズをねご紹介させていただきました。もしねこの動画が参考になりましたらですねグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。 Bye